内閣委員長、古賀雄一郎君。ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、国際的協調のもとに防止および抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、および抑止するため、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するとともに、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に暗号資産の移転にかかる通知義務を課す等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、大量破壊兵器の拡散防止等の実効性、司法書士等事業者のマネロン対策追加の意義、NPO 等がテロ資金供与に悪用されないための施策、マネロン罪の法定引き上げの是非等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対の旨の意見が述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、付帯決議を行いました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。この際、日程に追加して、地方交付税法の一部を改正する法律案、国立研究開発法人情報通信研究機構法電波法の一部を改正する法律案、研究機構法および電波法の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。総務委員